だいぶ暗くなってきたな。夜の間にウォータープラントのモニュメントパズルを回っちゃおう作戦。そもそも回られてる可能性あるんだけど。あれ、箱だけ取られてる。しかも割と明るい夜だな。だいぶ暗くなってきた。見えねえ。湧いてる。敵に邪魔されなければ作戦成功。そして歯車をたくさん出して自動販売拠点を作る。湧いてるかわかんねえ。湧いてない。足ひれ捨てられてる。スキン変えていこう。待て、誰か来た。え、開けた。え、ダブバレで殺された。マジか。リボルバー撃ちゃよかった。青のキーカードロストしてしまった。気を取り直してもう一度歯車集めするか。とりあえずのあと歯車を4つぐらい欲しい。うわ、アクティブだ。え、あの拠点外壁も空いてるやん。セミライとか持ってたもんな。もしかして戦車やりまくってるのあの拠点の人たちか。歯車出ろよ。湧いてるね。モニュメントパズル回らせてくれ。え？どういうこと？誰かがヒューズ出し入れしてる。来た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 。ありがとう。歯車はねえか。ヒューズ回収しようか。ヘリ来てるんで一回隠れる。しまえない。ん？あれがたげられてんの？やってるわ。さっきの拠点だ。上にあった箱開けたいけど、帰るか。割とスクラップも手に入った。上がれない。え？もう最悪。危ね、竹変わるとこだった。やべえ、活発になってきてんな。マジで持って帰りたいぞ、これ。落ちたし、ヘリ。マジか。で、そこの拠点は行きにアクティブだったからちょっと避けて通ろう。けど、結局、パラボラのモニュメントパズルはずっと回られてんだよな。無事にバンディットキャンプ着いたので、分解していく。今回で自動販売拠点作ろうと思ってたけど、集まりが悪いんで、今回はやめておこうかな。無事帰宅。拠点にある歯車はガレージ下に変えちゃおう。強化していこう。
扉先つけるか。ガレージドアをつけて、ここもガレージにしよう。で、ここに両開き。よし。集まったスクラップで、まずはピストル弾を覚えましょう。で、注射器。よし。MP5 の音。マジで歯車でね。ガスボンベが落ちてる。箱、ねえな。え、何？こんなとこあったっけ？ポケボックス湧いてる。あれ？あんな小屋今までなかったよな。結構武器ボックスあるな。取り忘れ？アップデートで変わったガソリンスタンド行ってみるか。噴火したのかな？箱剥き出しだ。抜かれたのか？さすがに湧いてなさそうだな。豆缶グレネード。あ、箱湧いてる。なんか変わったな。綺麗になってる。電気ついてる。ここにも電気ついてる。敵が来る前に出たいね。でもなんか寂しいな。ライト追加されてるとはいえ。怖いから出ちゃおう。このままボート拾って洞窟拠点に運搬しようかな。道沿い全然ドラム缶湧いてないんだけど、どういうこと？イカダのドラム缶割りまくって、たくさん手に入り、お、ボートある。提出燃料は15しかない。で、洞窟拠点まで結構距離がある。で、洞窟拠点にいかに早くワークベンチレベル2を設置できるかなんだよな。じゃないと、向こう側でガレージはつけられないから。やばい、いかだがないぞ。提出燃料切れちゃう。命をつないでいく。やばい、海賊いる。絶対銃持ち。あ？やばい。嫌だ。死にたくないよ。ちょ、いや、もうマジで嫌だ。マジで嫌だ、ちょ。絶対ロストしたくない。スクラップ195。いや、めっちゃ追いかけてくるんだけど。どうしような。提出ないからな。
ダメだ、詰んだわ。いやもうこれどうしようもないよな。ボンベあったら泳げるけど。終わった。終わったわ。捨てまくろ。どうせ終わったし。序盤にヘッドもらったのが痛すぎた。あの後ですね、苗落ちして、その1日後ぐらいにログインしたんですけど、そしたらですね、洞窟、寝袋2つあったのがなくなってました。やっぱりね、早めにガレージダーをつけるべきでしたね。で、この近辺に寝袋がないんで、どういう風に抜かれたかとかはわからず、まあ多分ね、今は誰かが住んでる状態なのかなと思います。いや、抜かれるの早すぎだろ、マジで。